はい、ということでどうもエルザです。動物の森発売おめでとうございます。ということで今回から動物の森をやっていきたいなと思います。そうだね、まあ始めたばっかりなんで今回はチュートリアルをする感じでやっていこうかなと思います。そうだね、名前は決めていこうかな。はい、ということで名前はエルザですね。いつも通りやっていきたいなと思います。そうか、でも、いいか、エルザでいきましょう。さあ、誕生日は、僕は12月7日なんでね、こちらでいきたいと思います。2回呼ぶんだね。へえ、写真撮るんだ。はいはい。覗きなだけ。へえ。そうだね。まあ、後で変更できるらしいんで、今回男の子でいきましょうか。超丸坊主。そうだね。光の当たり方で若干、ああでもこの辺りなんかすごいね、変わったね。これでいこうかな。肌はこれで OK。 髪型は今のところこれだけか。あ、ほぼほぼこれもう女の子だよね。あー、髪はね、髪の色はこれに決まってて、これもこれでいいな。これすげえ。こうでかな。今回はね、とりあえずまあ髪が変えれるまではさ、ね、性別がそもそも変わる可能性あるしね。上が女の子って感じか。これすごいな。あー、これも悪くはない。だいぶつぶらな瞳やね。結構ね、こういう目は好き。あー、これ普通だな。ほう、そうだね。僕ちょっとメガネ、他の人より茶色というか結構茶色なんで茶色にしたいなと思うんだけど、一旦そうだな、距離感的なので言うとこう、これでいこう。さあ次、口、は、鼻もできるんだ。やばい、犬感が否めない。ビーバー感すごいね。あー、こうかな。なんか犬感がすごいな。怖えな。チーク、チークか。ちょっとこれかわいいね。かわいい感じになるね。うん、これでいこうかな。服装は白のジーパンに、あー、ドットね、かわいいね。じゃあこれでいきましょう。お、いい感じだと思う。いただきますね。お、しまかましょう。はじめに当社の無人島移住パッケージの特徴は、四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることができますと。これがあれだね、事前情報で出てたやつだね。北半球、南半球の2つのエリアと、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境に移住をおすすめします。ああ、だから北半球の方がいいよっていう感じだね。多分これで海外勢は逆なんだよね。南半球の人たち、確かに、僕とかだと日本だからっていうね。通りで日本語がお上手なわけですこれ海外にしたらどうなるんだろうね。英語がお上手でとかなるのかな。そうなんだよね。あー、北、南、あー、どうしよっかな。だから、ね、下手したらみんなと違うわけだよね。僕のところに来た季節感がガラッと変わるわけだね。桜も見たいんだけど、僕どっちかっていうと冬が好きなんで。おっとそのおっとはどっちかな。さあ、ここで島選びか。無人島は店にとれ何にもありません。せーんって笑い事ではないんだけどね。ああ、そうだね。島の形好みフィーリングで選んでいたり。すっごい後ろが可愛いおーい、選びます。このアークがちょっと気になるけど、ああ、骨っぽい池。ああ、これはこれでなんかいいな。これがいいな。実際こっちの方が二股に分かれてるからすごくいいなと思ったんだけど、これかな。骨のマーク、ネクタイでもいいね。蝶ネクタイっていうふうにも見えなくもないね。じゃあこれで、はいはいはい。エルザさん、僕たちの新生活の舞台もこれで決まりました。あ、そうだね、サポってついてくるんだったね。1つだけ持っていけるとしたらどれを選びますか。へえ。寝袋、明かり、食料、暇つぶし。あー、無人島で、そうだね、寝袋。なるほどなるほど。あ、すいません、今のは無人島といえば定番。あ、確かにね。僕はナイフだね基本的にはもうナイフ、あそこのナイフだね。完了いたしました。お越しくださいませ。いらっしゃいませやねちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。お、ついに。じゃあ一緒行きましょうかね。行きましょう。グッドアフターヌーンエブリワン。本日は無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になってごゆっくりおくつろぎください。さあついに到着と。なんかちょっと気になったのは虫が異様にリアルだったっていうところだね。あ、梨がある。ラフランスかな、洋梨。まあいいや。もう皆さん長旅お疲れ様でした。豆吉たちなんか格好が可愛いね。皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきますと、近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずそこまで移動をお願いいたします。それでは案内いたしますので、エロボタンで僕たちについてきてください。ペンギンさんと君はハムカツやだね、食べられるじゃん。もうハムカツって豚さんだね。あ、意外と可愛いな。でもいやー、あいつはもう、あ、迷子にはならないと思うけど、食べられる運命だね、あいつはね。ほうほう。×ボタンで、で、L がチャットと。うん、チャット。はあ、まあ、とりあえず。ああ、まだ取れない。あ、これ以上はちょっと危なさそう。へえ、ダッシュダッシュ。あ、みんなどこ行ったかな。間違えず押してしまう。とりあえず、あ、虫もいるね。そうだね、モーション的にっていうところか。あ、でも僕の特産はこれか。さあ、でも秋だね。すすきだしね。あ、これはこれでいいな。君はレイロか。あんたがガイドさんで声かけてくれ。仕方ねえな。いやー、マジハムカツ最高じゃねえかじゃあ話しましょう。はい、皆さんちゃんと揃ってますか？念のため点呼しますね。レイラさん。はーい。ハムカツさん。エルザさん。ほーい。はい、大丈夫。3人か。社長、今回の申し込み者3名お連れしました。はい、ご苦労様でしただな。もう、めっちゃ噛むね。では、どうもどうも皆さんようこそだなも。僕はこの無人島移住パッケージを企画したたぬき開発の社長、たぬきちと申しますだなも。今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始めるだなも。とはいえこれはあくまでパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせる僕たちも、スタッフも住み込みサポートさせていただくだなも。ということで。寝る場所の確保か。そうだね、不動産のイメージあるね。無人島に立派なお家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらっただも。ここにいる豆吉か粒吉からテントを受け取って好きな場所に張ってきてちょうだい。へえ、どっちからもらおうかな。こっちだな。すぐ吉。はい、ありがとう。黄色。ある程度のスペースが必要。貼れるかなと思ったらとりあえず広げて試してみてくださいと。お、地図もらえるんだね。ああ、なるほど。行ってきます。あ、とりあえずもらえることはないんだ。アイテム、テント。いや、そこに立てるのかな。回収はまだできない感じか。いやー、すすきだね。で、地図はちょっとボタン確認しますね。あ、止まったら出るのか。はい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 。今、ああ、ここがっていう感じですね。反対に渡る方法はあるかな。いや、まだ行けないか、反対まで。そうか、テントの張り直しがもしできるのであれば、そうだね、とりあえず集まりやすいように。おお、ここにする感じ。あんたは確かエルザって名前だったよね。はいはい、よろしくね。ジャンヨ、ジャンヨが口癖なんだ。ご近所さん、それは言うな。さあ、さあ、海辺がこんな感じ。こっちだと、あ、とんかつ。あ、違う、ハマカツだった。とんかつ、全然違う名前だったね。おお、その鍛えたところで美味しくいただくっていうね。さあ、どこかな。これは岩か。釣りがすぐできる感じにしつつで考えると、距離感的にも適度に、なんかそれっぽい場所ここにしよっかな。ここに立てよう。想像してみる。ああ、木がちょっとどけなきゃいけないものがあるけど、ここに決めちゃおうかな。考え直す。ちょっとどけずに、できるだけね、自然の形はそのままでいきたいなと。ってなると、この辺りがベストかな。ここにしようかな。ここにしよう。津波が来たら一瞬。さあ、自分のテントを張った無人島生活の第一歩だ。さあ、今からやっぱチュートリアルだね。ほい、戻ってきたよ。はいはい、もうテント張り終わったんだと思う。だな。了解。じゃあ手伝い行きますか。これは DIY のやつか。さあ、ハムカツ。ハムカツどこだ、ハムカツ。いた。終わったよ。そうだね。あー、なるほど。これで移動させることができるわけか。いきなり来てでハムカツがいるのもどうかなと思うけど、まあ良さそうだね。ここにテントを張ったら、おお、丸いんだね。いいと思うよ。どうもどうも。ああ、迷ってたんだね。じゃあ見てきますか。さあね、特産のこの木がねできるだけ果物をね。ああ、この辺りか。見つけたよ。決めろ決めろ。そうだね、もうここでいいと思うよ。脳内シミュレーション。ああ、ペンギンもペンギンで可愛いね。いいと思う。ジャンよ。さあ、適当に選んでる感が僕はあるが気にせず。ありがとうね、ジャンよ。ペタッとしちゃった。いい人じゃないか。そういう好印象にもなるわけね。いやいや、当たり前でしょ。戻ろう戻ろう。ジャンヨン、どうせやったらジャンゴがよかったな。おかえりだの。そうだね、今ぼっちぼっちと。そうだね、不便に感じて、また話してどうなるかだね。さあさあ、それよりこれで無事に寝る場所も確保できたわけだし、今日は親睦感を兼ねてこの広場でキャンプファイアを入れたいと思います。現地調達なんだ。お、会場設営、ちょっと待った、食べられそうな集めるだな。はい。いや、俺負担でかくねちょっと待って。負担でかくね。まあいいや。はい。うん。細めの枝を拾ってきてちょうだい。10本だね。ワインで拾えるか。梨らしき実。ああ。梨かー。あ、ちょっと話しかけよう。頑張るね。頑張るじゃんよ。さあ、ハムカツは口癖はどもどもが口癖なんだ。はいはい、君も話しとこう。さあと言いつつ、そうだね、日の入れ探しながらお手入れもしよっかな。いやー、のんびりしてていいね。やっぱこれ、この感じはいいよね。さあ、そしたら、先にちょっと木の枝を集めていきますか。さあ、そうですね、一応今戻ってきたわけなんですけど、ちょっと戻ってくるときにいろいろアイテムを見て回ってまして、雑草狩りしてきました。お掃除だね。せっかくなんでね、北松島なんで綺麗にしよっかなと思ったら、これ並び替えできないね。雑草が99が1234、まあ3セ、まあ300ぐらいか。梨は40個ぐらいかな。で、貝殻が落ちてたりしてたんで、貝殻がエビス貝、宝貝、サンドダラーというのが手に入りましたね。じゃあ集まったんでね。いや、いい仕事してきた。うん、集めた集めた。そうだよ。あ、やっぱ何か使えるんだね。じゃあ、はい、どうぞ。仕事が早い。そうだね、雑草狩りまでしてきたからね。うん。はいはいはい。梨に見えたあの実、正真正銘紛れもない梨だということが分かっただろう。はい、6個ね。お気づきでしょうか。そのまさかです。気が利いてるんですね。せっかくやつから取った方が早いしね。さあ、梨も6個あげると。さてさて、これで準備は整ったんだ。ダナもそれじゃキャンプファイアに点火します。そこはダナもつかないんだね。おー、皆さん改めましてようこそ。なんだも、僕はこれまでいろんな土地で商売や不動産業をやってきたけれど、この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として持ち上げ立ち上げた一世一代の新ビジネスなんだ。当初の計画よりは少ない人数でスタートになっちゃったけど、でもこれぐらいの人数で始めて、ここから徐々に広げていく方がやりがいもあるってもんだなもう。というわけで皆さん、この無人の一員として、お、ついに来るか？これだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べない。まあ確かにね、人がいるからね。まあなんなら僕がいなかったら無人島じゃなくて、ただのほんと無人島になるけどね、野生の動物がいるって感じだからね。さあ、そうだな、僕たち最初の住民でこの島に名前を付けるだなも、一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだも。さあ、今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったらせーので発表するだなも。さあ、ということでやっと島の名前だねということで、島の名前多分皆さんいろいろ凝ってると思いますが、ちょっと見ていきましょう。てかそもそも何文字入るのかな。10文字。じゃあ、ちょっと名前の方入れていきたいと思います。はい、ということで僕はこの名前で出そうかなと。エール・ザ・レッドだね。で、ちょっと出してみましょうか。はいはい、そうそう、いいだなもん。じゃあ皆さん一斉に名前を発表するだなもん。せーの。ポンポコ、つぶまめ。生意気なやついたな。みんな見事にバラバラでどれもとってもいいだなもん。おお。エルザさんの提案からいくだろう。エルザさんの提案の名前はエズラレ。あー、なるほど、島を最後言わないんだね。あ、いいんだ。すごいだな。もうこのエルザレッドで決定したっていいだなも。定例賛成です。もちの論だよ。もちの論久しぶりに聞いたな。はいはい。あ、いやー、そりゃあね、列島だよね。やっぱこうなるよね。エルザ列島でいきましょう。おお、いい感じだったね、エルザ列島。はいはい。おお、いいの？独裁者になるよ。さあ、島民代表だなも。さあ、独裁者の誕生です。何か一言。そうね、よろしく頑張ります。任せてちょうだい。さて、まあ今から乾杯か。お、ビール？ん？まあ持ってるけど、それはビールではないよね。梨で作ったフレッシュジュースとかあるんだ。へえ。さちあれー。乾杯。へえ。ってことは乾杯のモーションがあるんだね。かわいいな。家族みたいなもんだ。兄貴と思ってくれてもいいぞ。どうもどうも。そうか、兄貴か。子分だな。そうだね、キャンプファイヤーだよね。やっぱね、キャンプするんだね。これはなんだ、これも。まあでも、お、音楽が鳴ってたけど、あ、ちょっと案内図だけどまだ準備中で散らかってるから今は入らないでほしいだなもん。まだ入れないのか。そうか、続きし、そうだね、よろしゅう。いいな、そのマフラーとかいいな。エルザレット、エルザレット。声に出してみたい、いい名前ですね。いえいえ、こちらこそ。うん、楽しいね。まだまだ楽しみます。声かけないとダメなのか。そしたらなってるねとりあえずぐるっと散策して様子だけ見ていきましょうか。で最後の散歩、夜の散歩して、そうだね、夜の散歩して特になさそうだね。であれば戻ってテントに戻りましょう。雑草ゆるさん雑草はゆるさん。さあじゃあ戻ります。お、何来るの？ベッドか。支給品のキャンプ用品。へえ。お疲れ。じゃあおやすみ。会話変わらないよね。ども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 いいな。さあまずこれはラジカセ、ライトか、いいね。こんばんは、アンジャラカンジャラーって言ってるね。キャンプベッド、この辺に飾る。邪魔。邪魔。こうだね。これでいいだろう。片付けてしまった。そうだね、寝よっかな。うとうとしてきた。そうだね、一人で暮らす決心をしたね。いいもんだよ。足をこうすると指図する人もいる。まあ確かにそれはないね。素晴らしいね。あるんだね。まあぼっちでいいよそうだね。うん。楽しいね。そうだね。狙いはどこやな。やっぱ現実と同じ時間なんだ。またねー。トトケケ。ヨレザさん、おーい、ヨレザさん、起きてるんだなもう。はい、外にね。ということで、とりあえず1回目はここにしましょう。チュートリアル的なものが多かったけど、これからキャンプ生活は本格的に始まるという感じだね。おー、近づけれるね。いいね。結構このアングル変えれるのはでかいかな。はい。ということで、今回はここまでご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価などぜひよろしくお願いいたします。そうですね。また次回も動物の森やっていきたいと思いますので楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。